5月の28日です。今年もプリンスメロンが収穫できました。今年はプリンスメロンの代木に日本カボチャを使いまして、絶木のないですけれども、意外と木に力はなくて小さめです。むしろ時根の方が大きなのが取れたかもしれませんけども、数は一応4本仕立てにしまして、1本の苗から4本のつるを出しまして、1つのつるに5個ならせば少し20個取れてます。それで大木の割には数ならしすぎたんかもしれませんけども、ちょっと小さめになってます。匂いはいいんですけど、これから割って糖度を測ってみたいと思います。一つだけ半分に割って糖度を測ってみました。糖度は17度ありましたけども、これで測ればプリンスメロンとしては十分でしょうか。結構いつもプリンスメロン糖度高いんですけども、レッドメロンよりもだいぶ高いんですが、17度はちょっともしかしたらいつもよりも糖度低いかもしれません。少なくてもレッドメロンよりも糖度はいつも高いです。17度ですから、まあまあじゃないかと思ってます。